で、行くか。うち来る。うちさ、可愛い、なんだろう、なんかあるんだけど来る。うち来る。オッケーオッケー、行くよ。移動するよ。ジャンプするぞ。行くぞ。みんな、行くぞ。捕まれ。捕まれ、行くぞ。よし。これを、行くよ。本当に、ちょっと待って、めっちゃワクワクする。いや本当にいいから、行くよ行くよ。ちょ、うざいってやりそうだからもう行きます。ごめんなさい。行きます。シャン。あれ、あ、来た。じゃん、アンジュのお部屋です。時計も一旦消すか。じゃん、ここで普段アンジュは配信しております。どう？よくない？どうですか？アンジュのお部屋です。かっこいい。せやろ。まあね、まあね。おしゃれ。まあね、散らかりながらもおしゃれっていうか、まあやっぱね、散らかし方からアンジュおしゃれなんですよね。見て、スペアの上着。ここ。そう、こんな感じになっております。アンジュ邪魔？毒？こうだ。オッケー。まず、これがね、あ、こいつ可愛くない？見て、こいつ、この端のやつ。めっちゃよくない？こいつ、見える？こいつ。こいつ可愛くない？どう？こいつ。わかる？こいつがめっちゃ可愛いの。私もっとちっちゃくなってもいいんだけど。あ、そうか、こうか。そう、こいつかわいい。こいつめっちゃかわいい。こいつね、こいつもともとは奥の方に置いてあったんだけど、あまりにかわいいから手前に置きました。かわいいでしょ。私の顔見えないのあれかな。こっち見るか。あのさ、ベッドの下に落ちてるのさ、怪しいって言われるんだけど、なんもあれ、ただのガラガラだからね。よくない？お部屋どこを見てもよくない？サンバカの写真と、あとサンバカのね、その、わかる？このこっち？こっちに、あのほら、ベッドの上にさ、だベッドの上に哺乳瓶あるのやばいよね。真面目に考えてやばい。そう、あのリアスさんって方にね、設計していただきました。いいでしょう。で、ちなみにコメントなんですが、ちょうど私が今立ってるとこに出るんだけど、ちょっと移動するね。こうだな。で、こうして、よいしょ、よいしょ。コメント欄がですね、コメント欄も書いてもらったんですよ。コメント欄は、よいしょ、こちら、可愛くない？せっかく書いてもらったから、10日済みのバージョンもあって、見えないじゃん、寂しいなと思って、このバージョンもね、作っていただきました。こっち使っていこうかなってちょっと迷ってる。せっかくだしね、可愛いでしょ。錬金術とかの内容を書くようなデザインしてもらいました。今後は雑談するとき、このお部屋でもう映しながらやっていこうかなって思ってます。細かいところもすごくね、可愛くて、マジで見てほしい。まずさ、ここにアマゾン、あ、もう私が邪魔だよ、もう。私が邪魔、もう。ちょっと待って、一瞬消えるか、もう。消えたくない、私はここにいたい。ちょっと待って、これを、ちょっと待って、こっちを、結局はでもこっちのままがよくて、じゃあこれぐらいに、
これぐらいにして、でじゃあ、なんかさ、もうここ好きポイントめっちゃ言っていい？自分の部屋なんだけど、自分の部屋でちょっとあれなんですけど、ここ好きポイントを説明してもよろしいか。あのね、ちょっと待って、ここ好きポイント出すから待って。どこどこどこ、こちらまた別のちょっとお写真にな、うわーになるんですが、これをあんちゃんの下に置いて、あんちゃんの下、あんちゃんの下ってことはここ、よし。さてでは見ていきましょうえ、見てここのさ、見てここ、ここのさ、あのわかる、そこのなんかドアの上になんかいるのなんなんだろうこれ、なんかいるのであとね、これがね、あのよいしょ、これが秘蔵の恋愛本、このこれが秘蔵の恋愛本です。あの設計士さんにね、恋愛本をどうにかしておきたい、最初は恋愛催眠本だったんですが、やっぱ催眠は良くないということで、こんな感じになっています。なんかなんとか病ハート本と書いてる、なんか合体かなんだそうみたいな本があります。うん、でこの彫刻はまあ設計の途中でなんかあったいつもねコメント欄を後ろから監視してくれます。でその奥にあるのがこれ、それ、そう見える、そサンバカのやつ、シュッ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 サンバカのがあるのこれサンバカの写真みんなで撮った写真が飾ってあります。うん、これ東京、これだからほら、家部屋の作りがさ、ヘリエスタ式じゃないんだよ、もう普通に日本の部屋の作りになっております。普通に梁があってみたいな感じですね。うんうん、いいでしょう。でこの壁にあるのも錬金術のやつで、めっちゃいいんやけど、でこいつが裏にもある、こいつがうちの一押しのマンドラゴラくん、めっちゃかわいい、もうなんか置いてあってえ、これめっちゃ可愛いんすけどってなって、もうね手前に置いてもらった、めっちゃ可愛い。でこの本が 3D の時にもあった本だね。私が何、あのレッスン1つってわーって彼氏連成したやつと同じ本がこちらにございます。マンドラゴラくんがめちゃかわね。それから私の、あ、な、待って、私どれ、私こっち同士で、ほらおしゃぶりやっぱね、どんなところにもマッチするよね。うん、人類の最初の一歩といっても過言ではないからね、やっぱこういうものは。どんな部屋にもマッチするのがおしゃぶりだわ。でおしゃぶりと天秤があるかな。うんうん、引き出しは閉まりませんまさにそうだからね本当にもうヘレスタの頃からこんな感じです。うんですね、めちゃ皮で、どうだ、そんな感じかな。この部屋、そう、ここにいっぱいキュンキュンに入ってるのもいいし、もうポイントがここの、何わかる、引き出し、ちっちゃい引き出しがいっぱいあるの、開かないよね多分ね、奥側のとか、だってその手前に机置いてんだもん開かねえんだ草好きで、おしゃぶりがあって、あ、でそう、床には魔法陣が書いてあります。魔法陣じゃない、錬成陣が書いてあります。私が間違っちゃダメだな錬成陣があって、これもあの多分あの配信で見たのと同じものだと思います。うんうんうん、いいでしょう、いいでしょうで椅子があって、椅子も可愛い。そう、ここにね、アマゾンの箱がパンパンに詰めてある。もうアマゾンの箱がパンパン、もうパンパンよ。でガスコンロがやっぱほら、日本ガスコンロがあって、でそれでね、何ガスコンロだっていうの、名前なんて言うんだ、なんかあるじゃん。でこういう器具が置いてあると。でここです。で見て、このリゼもね、ここが好きって言ってたんだけど、このね、たわんだ感じ、たわむっていう、合ってるかな、たわんだ感じ、本入れすぎてたわんだ感じね。うん、
そうそうそう、だから部屋暑くなってきたんだけど、めっちゃいい。そう、ここも好きポイントですね。このたわんでるのがすごい良い。うんうんうん、かな、そんな感じと、でこっちには、私の、あ、これね、これね、サンバカのね、私の象徴哺乳瓶なんだっていうサンバカのモチーフのものをね置きたいって話したらね、あの、私哺乳瓶でしたいやまあでも事前に私はこういうのが好きでっていう中にあのお恥ずかしながら、あの哺乳瓶とか持ってるみたいな話をしたので、何も悪くない、正しい、間違ってない、100点。マスコッツの中私だけこれはおかしいやろそうみたいな感じかな。うんうん、バンかな剣かな、どっちかな。犬ならわかるんじゃない一人だけ無機物だもん。で床に落ちてるこれが、ガラガラ可愛いでしょ。で、旅行行く時とかに使う、トランクと、壁には錬金術のやつが貼ってあります。かっこいいから貼ってるだけで普段そんな見てませんここにね、やっぱほら、あ、ちょっと待って、あんちゃんがいないよ。あんちゃんって天使じゃないですか。羽が待ってます。天使だった頃の名残ですかねこれかっこいいと思って私がパッパって配信前にパッパって置いてるんやなって思うと草生えるな本人はかっこいいと思っています。うん、羽とか置きたいですって言いましたみたいな感じかな。まあアンジュっていうのは語源がエンジェルなので、まあそういうことですよね。うん、それはそういうこと。うん、いや、このセバスの毛ではないのでも分かるから許されるよねマンドラゴラかわいい、さ、かわいいポイント言っていい、このこのマンドラゴラの、あのさ、多分なんだけど、多分この今三角座りしてんの、あの子三角座りしてて、たあの高さじゃん、瓶っていうか入れ物の、多分立てないよね。立ったとしてもこんなん、こんなんだし、もう茎は折れる、茎は折れちゃうと思う、あいつ多分もう二度と立つことが叶わない立つときはもう何茎折れ覚悟だと思う。いやー、かわいいよねこいつ、かわいそうでかわいいみんな楽しそうやな言うてみんなのコメント見とるから、うん、マジでかわいいマンドラゴラくん、マジで一番好き、なんか本当にかわいい。いやー、いいですね。材料にはしないよ、もうあれはもうめっちゃかわいいもん、みんなのこと大好きだもん絶対。うん、いやー、みたいな感じかな、そんな感じです。さて、じゃあもう雑談しちゃおうかな、このままえ、でもこれさ、ウキウキになる気持ちもわからん。